はい、皆さんこんばんは、アタランタのタカです。ですね、よく聞かれることがありまして、例えばね、その日本人の人がアメリカ人と話をするのに、何を話していいかわからない、どう話していいかわからないってよく言われるんですよ。で、どうしてタカさんはそんないろいろ話ができるんですかっていうふうに言われるんですけども、まあ何て言うんでしょう、相手とのその会話をどうその進めていくかっていう問題ですよね。はい。で、実際にね、一つの事例を今から話しますと、それはね、昨日でしたかね、昨日ですね、はい、シェリダンさんっていう人がいましてね、この人はもうずっと長い付き合いをしてまして、今週の火曜日に実は、明日金曜日に持ち帰りのね、オーダーがあるんで、刺身とそれから握りとそれからまあマグロのたたきが欲しいということで、インスタのチャットでやってたんですよ。で、いつもの通りで皿を持っていきますから、よろしくねと。で、その時にじゃあ話しましょうか、打ち合わせしましょうということをしてて、実際に昨日店に来たわけですよ、午後に。で、打ち合わせが終わって、で、私がふっとね、会話で最初に聞いたのが、あ、そういえば最近絵描いてますかねっていう話をしてて、というのが、そのシェリダさんという方はいつも動物、例えば鳥とかの、ね、絵をね、描いて、それをインスタに掲載してたんですよね。で、最近それを見ないんで、そういえば最近見ないですねって話をしたら、彼女の方からベレベレこう喋り出して、いや、こうこうこうで実は、お父さんが、亡くなったんだよと。で、絵をパターンを変えようかなと思ってるんですよという話で、そしたら今度私は今度振るわけですよ。じゃあ、どんな病気だったんですか。そしたら何とかがんですよって、まあ、そのがんの名前まではね全くわからないがんでしたけど、まあ、キャンサーという言葉は分かったんで、何とかがんだったんですよという話になって、で、じゃあ私がじゃあ、おいくつだったんですかっていう話になって、こうこうこうで、77歳か76歳って言ってましたよね。はい。で、あ、まだ若いですねって話をしてて、で、お母さんはどうですかって言ったら、お母さんはもうだいぶ前に亡くなったんですよって話、まあ、そういう話がキャッチボールができるんです。で、今度は私が、いや、実はうちもね、もう両方いないんですよね、だからうちはもうあと兄弟がね、兄と姉と一人ずつしかいないんですよって話をして、で、次にご主人どうですか、まあ、私はその辺が全部頭に入ってるんで、ご主人は弁護士やってるんですよね。で、まだ働いてるんですかって話をして、彼が今64歳でまだ働いていると。で、その理由は末っ子、あそこね、女の子2人いるんですよね。で、もう一人男の子がいて、男の子がいつもうどんを食べて、マグロが大好きでマグロバンバンを食べたんですよね。まあ、そういうのが全部、まあ、私の頭に入ってるわけですよ。で、それで男の子があと1年で大学卒業するから、まあ、それまで頑張ろうかなっていうことですかっていう話をしたら、ノーノーノー、そうじゃなくてね、今度もね、娘が2人結婚しないといけないからね、やっぱりお金かかるからね、もうちょっとお父さん頑張って仕事しないといけないんだよっていう話を、なんかこう10分ぐらいずっと、まあ、世間話をしてたわけですよ。ですから、会話っていうのはそういうもんなんですよね。だから自分から話すのも大事だけど、相手に話させるっていうのが会話が続くポイントかと思いますよね。というのは、まあ、私はもう最近あまり会ってないですけど、前はね、2週間に1回で来てましたし、お嬢さんも来てたし、息子もたまに来てたんですよ。だから、そういう家庭の背景は全部分かってますから、やっぱりそういう話ができる。はい。で、帰りがけにね、玄関というか店の前まで送って行ったわけですよ。そしたらね、なんかローファー履いてたんですよね。で、多分彼女50の後半だと思うんですけど、へえ、どうしたんですか、そんなローファーなんか履いてって言ったら、いや、今ね、ローファー流行ってるんですよって話してて、で、あ、そういえばここに昔なんかペニー入れてペニーローファーとか言ってましたよねっていう話をすると、彼女の方からまた、いや、実はこれはバスって言ってね、バス、BASS のバスで、
あのバスのローファーっていうのは要はオリジナルなわけですよ。まあ日本ではねリーガル のローファーが有名ですけど、アメリカではバスのローファーっていうのがやっぱりそのローファーの定番で、今それが流行ってるから彼女はそれを今履いてるんだよっていう、まあそういう話をしたわけですよ。だから話っていうのはそういうもんなんです。やっぱり相手が着ているもの、身につけているものについて話をするとかね、やっぱりどうしてそんな履いてるの、あ綺麗な靴ですねとかね、やっぱりそれでまた相手が喋ってくるわけですよ。だから会話っていうのはそういうもんだと私は思います。でまあそのためにはやっぱりいろんなことを知ったりできない、だからまあ私は毎日ねいろんなニュースを見てブログを書いたりしてて、それをまあ頭の中に入れて、まあ普通はねお客さんとは大体天気の話をしたり経済の話をしたり、まあ政治の話は別にしないんですけど、まあそのとこからこう入っていけるわけですよ。だからまあ最初きっかけさえつかめばね、あとはさずっと会話って続くもんだとは私は思ってますけどね。はい、以上でした。